阪神のドラフト運の良さは異常。過去にはくじを外して近本森下を得る。阪神のドラフトって運もいいんよな。楽天が小深田取ってくれたり、くじ外して近本森下取れたり。だからスカウトのことはまだそんなに信用してない。信用してるのは筒井と吉野だけや。小深田は走れる木浪らしい。小深田は木浪より守備下手。金本はともかく矢野はマジで運良いわ。5回チャレンジして1回しか引けてないけど、それが佐藤よしく効果はそこに発揮されてたのかもしれん。外したドライチも阪神に来てたなら活躍してたでしょ。なんやかんやで野手ドライチの1年目のレギュラー定着率がすごい気がする。返し名で当たり結構引いてるから、スカウトの実力やろ。吉野ってそんな信頼できるかな。鈴木サトレン担当やろ。サトレンは矢野のゴリ押しやろ。まあサトレン含めても、春と島田及川遠藤サトレン、村上鈴木桐敷岡留森下やから普通に当たりの方がだいぶ多いやろ。この中では春とと及川、岡留がそれぞれの指名順でいけるって判断してくれたのは優秀やな。鈴木とか桐敷とか森下とかの甘時代は、そりゃ普通にスカウトなら見に行きますわなっていう選手やし。全体見ると思ったより悪くないな。リスク高いの好きそうではあるけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。